バムアデバヨこと、イドリスフェミアデバヨは、アメリカ合衆国、ニュージャージー州ニューワーク出身のプロバスケットボール選手。NBA のマイアミヒートに所属している。ポジションはセンター。ノースカロライナ州のハイポイントクリスチャンアカデミーに、在籍していた2016年に、同州の最優秀選手に選出され、マクダナルズオール、アメリカンゲームやジョーダンブランドクラシックの出場メンバーに、 選出されるなど、有望株として注目を集める。ケンタッキー大学時代の練習試合にて、大学はケンタッキー大学に進学し、デアーロン・フォックスやマリック・モンクラと共にプレー1年生ながら、先発に起用され、平均13得点12リバウンド1点を、ブロックショットを記録。 NCWA トーナメントでも活躍するも、準々決勝で優勝したノースカロライナ大学に73の75で敗れた。アデバヨは、大学では1年間プレーしただけで2017年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。2017年6月22日、14位でマイアミヒートから指名された。7月1日、ルーキースケール契約を結んだ。 一年目の2017から18シーズン、このシーズンは、ハッサンホワイトサイドの控えとして69試合に、平均19.8分の出場で、6.9得点5.5リバウンド1.5アシスト0.5スティール0.6、ブロックなどを記録した。2018から19シーズン、2018年12月7日、フェニックスサンズ戦にて22得点と10リバウンドを、 記録し115から98で勝利した。2019年2月末からはホワイトサイドに代わって先発に定着した。このシーズンは全82試合に平均23.3分の出場で8.9得点7.3リバウンド2.2アシスト0.9スティール0.8ブロックなどを記録した。アデバヨの活躍と将来性もあって、 オフにホワイトサイドはトレードでポートランドトレールブレイザーズに移籍した。2019から20シーズン、2019年12月10日、アトランタホークス戦にて135から121で延長戦末勝利し、アデバヨはキャリアハイの30得点、11リバウンド、11アシストを記録し初のトリプルダブルを達成した。12月14日、ダラスマーベリックス戦にて、 キャリア通算2回目となる18得点、11リバウンド、10アシストでトリプルダブルを記録した。12月16日、12月9日から12月15日までの試合で平均20.0得点、11.3リバウンド、8.7アシストを記録し、イースタンカンファレンスオブウィークに選ばれた。1月27日、オーランドマジック戦にて20得点、10リバウンド、 10アシストを記録し113から92で勝利した。1月30日、自身初となる NBA オールスターゲームに選ばれた。2月15日には NBA オールスターウィークエンドのスキルチャレンジに出場し優勝した。このシーズンは72試合に平均33.3分の出場で、 15.9得点10点にリバウンド5.1アシスト1.1スティール1.3ブロックなどを記録し、ミップ候補に挙げられていたが惜しくも投票は2位となった。また、NBA オールディフェンシブチームセカンドチームに選出され、NBA 最優秀守備選手賞の投票では5位だった。プレーオフでは、ジミー・バトラーらと共に2020年の NBA ファイナル出場に貢献した。 2020から21シーズン開幕前の2020年11月にヒートと5年約1億6300万ドルで契約延長した。2021年1月23日のブルックリンネッツ戦で自身初の40得点以上となる41得点を記録した。2月18日のサクラメントキングス戦では16得点12、リバウンド10アシストで、 ジミー・バトラーと共にトリプルダブルを記録したが、同一試合でバトラーと共にトリプルダブルを記録したのは2019年12月10日以来2度目であり、NBA 史上初の出来事となった。3月に左膝の権限で4試合を欠場した。このシーズンは64試合に平均33.5部の出場で、 18.7得点9.0リバウンド5.4アシスト1.2スティール1.0ブロックなどを記録した。プレーオフでは1回戦で、ミルウォーキーバックスに連勝4敗のスイープで敗退し、シーズン終了となった。ありがとうございます。